観覧車2人で乗るってこん、ふう、全然押せてなかった。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。あ、今ハートあったね。え、待って、上にもあるんやけど。え、めっちゃあるやん。1、2、3、4人、やったね。ライチちゃん、え、ライチちゃん、ライチちゃん、マジで子供？ちょっとだけ、ちょっとだけ置いてください。いいやん、いいやん、いいと思うよ。まだ何も言われてないけど。子供がいたら、うんうん、想像したりします。いいね。ですよね。ですです。ってことは、まあ、近々子供が生まれるということでよろしいわけね。これにこれもあげます。ほいほい。実用品1兆円をもらいました。ありがとう。遊びに来てくれるとすごく嬉しいです。あ、まあ、全然遊びに行くよ。また子供が生まれたら見せてね。はい、とんかつでもどうぞ。力を蓄えとかんとね。で、あと何人？あと3人かな。あれかな、カップルができたり夫婦ができたりとかするかな。その辺めっちゃ楽しみなんよね。めっちゃ楽しみなんよね。お嬢様ワンピ、はい、どうぞ。服、お嬢様ワンピをプレゼントしました。いつもありがとうございます。いい感じ。ほいほい。大事からのお返しです。なんでしょう。お宝銀貨をもらいました。ありがとう。せっかくだから遊びませんか。はい、遊びましょう、遊びましょう。超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか。3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。超アップクイズ第1問。第1問。で、で、これは何でしょう。麻婆豆腐、色的に。答えは、てか消去法？唐揚げって思ったけどね、一瞬。第2問。ででん。これは何でしょう？おー、何？チラシ寿司？チラシ寿司、多分、なんとなく。チラシ寿司でした。めっちゃなんかでっかいね、エビが。チラシ寿司好きじゃないけんな。最終問題。ででん。これは何でしょう？わからんし。全然わからんし。ツボじゃないな。焼き鳥？なんとなく。全部なんとなく。イエーイ。ネギ部分ね。なるほど。もう最近ネギまってあんま見かけん気がするの。おめでとうございます。はい、ありがとう。一つだけあげます。それが選んでください。じゃあ一番小さいので。お宝、洗濯バサミをもらいました。ありがとう。ほい、そして、そして、あと3人のところに。お、マリーさん。え、マリーさんは結婚じゃないの？違う？あ、おらんかった恋人。おらんのか。え、おらんかった？前、失敗したんやったっけ？実は私、春城も、かくれんも好きなんです。ほう。どっちに告白すればいいでしょうか？え、ちょっと待って。え、ちょっと待って。春城さんがおらんかったんやったっけ？ハクレンさんはおった？ちょっとわからん。ハルシロさんで。ハルシロさんで行こう。ロマンチックに。告白する場所はどこがいいでしょうか？教室、浜辺、音楽堂。教室最近ないかな。教室行こう。その前に着替えた方がいいですかね。なんか普通の服持っとったかな。あ、普通がないのか、もしや。そういう普通じゃなくって、ドルマン T シャツ。あ、じゃあこれで帽子外してこうや。な、派手やけどね。だいぶ派手やけど。いってらっしゃい。春城さんは多分、あれなんよね。春城さん自身が、なんかいろんな人に告白しては失敗しうるような気がするけん、相手おらんはずよね、多分。学校も卒業しても、あなたも卒業したくありません。付き合ってください。ふわ。教室にふさわしい。あっと、こちらこそよろしくお願いします。やったー、カップル誕生や。いいね、良きだね。
はあ、よかったよ。二人ともね、告白しては失敗してを結構繰り返しとったけん、うまくいきました。ニッコニコや、ニッコニコ。はい、それじゃあ、何がいいかな。バレエ、マラカス、ルームラン、バレエ入門書。はい、これをどうぞ。道具、バレエ入門書をプレゼントしました。お礼にこれもあげます。ほいほい。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。私の友達の中で一番乗り系はキノコ山です。マジで？私友達のことを美系とかあんま思わんけんよくわからんよね。いや、女友達とかはなんか可愛い、めっちゃ可愛いとか思うけど、男友達そんな美系とか思わんのよね。なんやろうね。別にブサイクとも思わんけど、何も思わん。またしても道具。鏡。はい。はい、どうぞ。道具、鏡をプレゼントしました。鏡この部屋に合いそうな感じするよね。なんかインテリア的な感じで。さあ、そしてラブ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 してね。カートくん、カートくんって相手おったよね。おらんかった？リミちゃん来た。リミちゃん来た。ちょっと待って、プロポーズ、プロポーズ。よーし、頑張ろう、私頑張ろう。頑張れ。どこでプロポーズするのがいいでしょうか。ね、じゃあね、じゃあね、遊園地行こうかな。その前に久々の遊園地行こうかな。久々かちょっと忘れたけど。いや、このままでいいと思う。ね、爽やか爽やか。するタイミングに自信がありません。リミネが俺のことを考えているときに、よし。今だ。ちょっと最近この調子がいいっていうのがね、ちょっと前回崩れてしまったけん、またちょっと立て直そうと思う。それではプロポーズ頑張ります。できます。よし、よし、来い。観覧車楽しみだね。あ、いいね。二人ともなんかいい感じの服装やね。デートって感じ。てか二人ともチェックやし。さあ来い。考えるんだ。カートくんのことを考えるんだ。はい、来たわ。楽しいね。はい、来たわ。そうね。楽しい。本当に楽しい。なんか楽しそうな感じじゃなかったよ、今。もうカートくんの顔が出たらすぐに。君と一緒だからかな。ちょっと今焦ったよ。ちょっと今焦って遅いかなって思った一瞬。ふう。いや、でもきっといける。観覧車二人で乗るってこん。ふう。全然押せてなかった。ちょっと待って、ちょっと待って。いや、でもあと2回分あるけん大丈夫。頑張ろう。カートくん頑張ろう。実は大切な話があるんだ。よし、次や、次で。あー、もうほら下りに入ったよ。降りるまでにちゃんとね。観覧車は時間制限あったもんね、これ。おお、はい、来たわ。よっしゃー、よっしゃ。大事な話があるって言われてから刺身のこと考える、リミちゃん。きっとね、お腹が空いたんよね。この後、この二人でお刺身でも食べに行くんでしょう。よき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 。いやー、いいよ。ふー、ちゃんと成功してよかった。あと一つのハートは何なんやろ。またプロポーズやったりとかするかな。いやー、私のちょっと緊張が。実用品、大人スプレーをもらいました。ありがとう。てか、二人とも子供よね。しかも二人ともちょっとちびっこ系やんか。身長が伸びるのか。大人になれるのですが、使いましょう。ありがとうございます。では大人スプレーをかけてください。また新たな夫婦が誕生した。やった。それではよろしくお願いします。カップルが誕生して、夫婦が誕生して、いやー、良き日だな。めっちゃ伸びたね。あ、でもいい感じかも。服装もあるけどいい感じかも。大人っぽくなったね。こんなに大きくなりました。それでは結婚式を挙げてきます。なんかちょっとカートくん、あれじゃない、身長伸びたらかっこよくなったんじゃない。いいね、いいね。
めでたいよ。次の結婚は誰だろうか。あ、この部屋って誰やったかな。上の方の部屋、上の方のっていうかもうあれだよね、最近あんまり部屋を覚えれていなく。おめでたいです。お、あゆながおるあ、夫婦で参列してるのね。なるほど、おめでとう。さあ、新婚旅行はどこかな。カートとリミナの新婚旅行 in エジプト。エジプト。リナのピラミッドです。はい、チーズ。二人とも同じ顔。でもそれはそれでいいと思う。はい、チーズ。あ、タイミング。しかも結構遅くなったのにリミちゃん。ルクソール神殿です。ルクソール神殿。はい、チーズ。リミちゃん全部同じ顔じゃない全部同じ顔、どうした、何統一したのあー楽しかった。よかったよかった。これお土産です。ほいほい。お宝、砂漠の砂をもらいました。ありがとう。これからも砂漠の砂ちょっと興味あるわ。普通に欲しい。なんかサラッサラの砂とかすごい好きなんよね。絶対サラサラやん。いいな、砂漠ちょっと歩いてみたい。ふかふかしてそう。はい、それじゃあ道具で何がいいかな。ノートパソコン。はい、どうぞ。道具、ノートパソコンをプレゼントしました。あゆなとは毎日のように遊んでます。あ、マジで？それで結婚式におったんかな。そういうことね仲いいんや。はい、いただきます。どうすか、いいね。身長高くっておしゃれな旦那さん、すごく美味しかったようです。レベルアップ。はい、それじゃあ釣り竿。はい、どうぞ。道具、釣り竿をプレゼントしました。さあ、そしてアイナちゃんや。あれ、アイナちゃん、アイナちゃんはちょっとだけ恋人いないのか。ちょっとしておいてください。え、この間誰かに、あ、紹介されてダメやったんやっけ。実は陸のことが好きです。告白したいのですが。リク君相手おらんかったっけ。うん、まあ、とりあえず告白してみよう か, いいか。なんかおったような気もするけど、可愛く行こう。告白する場所はどこがいいでしょうか。それじゃあ、浜辺。浜辺最近行ってない気がする。その前に着替えた方がいいですかね。そのまん、どうしよっか。なんか着替え可愛いのあったかな。スヌード、あ、これで行こう。ケーキの帽子は固定で可愛いけんいいと思う。それでは勇気を出して告白してきます。いってらっしゃい。さあどうかな。お、来た来た。寒そうな格好だな。ずっと前から陸のことが大好き。付き合ってほしいな。シンプルに可愛い。ちょっと待った。お、お、久々じゃない。まさかのえ、ペッカノさん、本当にあなたがケーキの帽子かぶりケーキの帽子かぶってるんですけど。そういう子に好かれる運命なのかな、リク君は。ちょっと待った。お、はい、来たミクタン来た。なんか個性的な感じの子が多いね。いやいや、いやいや。誰も選ぶんですか。誰を選ぶの？全員ごめんなさいじゃないよね。アイナちゃんを選んであげて。どうなの？お？お？え？ミクタン、マジか、そっち。ミクタン。あ、あとの二人、砂に埋もれた。
砂に埋もれて、まさかの最後の最後、海から登場した声ら、あー、去ってったよ。お、応援するよ。うん、するよ。応援しますよ、もちろん。あー、ごめんね、アイナちゃん。アイナちゃんはちょっとね、うん、アイナちゃんには悪いんだけども、みんなを応援するから、私。なるほどね。そういうこともあるんだね。あのパターン結構初めてじゃない？ちょっとびっくりしたんやけど。いつもね、基本的には、ちょっと待ったが来ても、最初に告白してくれた子を選びよって気がする。そういうこともまああってしまうよね。しょうがない。ミクタはあれ多分すごいビッシュビシュやったと思うんやけど。それでも、ね、まあ多分そういう個性的なところが好きなんだろう。はい、ということで、え、待って、ハート増えたよ。え、増えたよ。やばくない？あ、でもあったん。子供？うん。ですね、子供だね。私とノアの間に子供がいたら、と想像したりします。いいと思う。もちろんいいと思う。ですよね。ですです。これ5個目のハートよね。で、次6個目？やば。はい。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。まあ、やっぱあれだな、バレンタインが近いからね。バレンタインが近いから、やっぱこういうことになるんかな、ハートが多いっていう。はい、キムチでも。いただきます。ほいほい。ってことは、近々2人子供が生まれるわけだ。おお、どうした？美味しくなかった、マジで？もう一人もなんか同じ回やったよね。誰やろう。でもこの辺やったら結構昔からおる人じゃない？あ、チャーリーさん。チャーリーさんってことは子供だね。あ、なるほど。3人目の子供できちゃいます。はいはい。私の間に子供がいたらと想像したりします。いいと思います。ですよね。あ、てか君たち、ここの2人もだいぶ子供多いよね。だいぶ子供多いよね。何人目？が結構住んでるしな。何がいいかな。ケミカルウォッシュ、コグマ、サーフィン。サーフィンで行こう。はい、どうぞ。服、サーフィン T シャツをプレゼントしました。似合う似合う、普通に。私からのお返しです。はいはい。お宝金貨をもらいました。ありがとう。お礼にこれもあげます。いや、お礼ありすぎか。実用品、スライドパズルをもらいました。ありがとう。喧嘩してる人も見ると悲しくなります。まあ、まあ、でも、チャーリーさんでも最近はそんなに喧嘩ないかなって感じするけんね。大丈夫でしょう。あとはもうないですか？7人目ないです。ないね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。でもとりあえずね、夫婦一組できて、また一軒家の方に移ってったけど、それ分またカップルが増えたけん、いや、どん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 、もうあっちの一軒家を埋めよ。埋めよ。